東京支部の村田でございます。来年総会を予定をしております。7月の5日日曜日だったと思いますけども、一昨年度やりました新山荘でやりますので、インド島からたくさんの方が参加していただければありがたいなというふうに思います。まあ、一昨年度やった時にたまたま大雪に当たりまして、170名の予定が、ね、102名です。もうギリギリにですね、総会が赤字になるのがヒヤヒヤしながらやったんですね。来年は夏場にやりまして、台風がない時に早めにやっていこうなというふうに思っておりますので、一つよろしくお願いいたします。本日は同窓会総会おめでとうございます。